いやー、なんでこんなことになってしまったのかな。スクウェア・エニックスの話ですという感じで、今回は結構最近めちゃくちゃスクウェアに行って叩かれてるじゃないですか。ネット界隈もそうだし、まあ主にネット界隈か。まあなんでなのかなっていうところを今一度ちょっと振り返っていこうかなというそんな話ですね。はい、まあ僕としては結構その好きな会社なのはもちろんあるし、まあ一方でやっぱそんな好きな会社から出るゲームがまあちょっと微妙だと、まあやっぱ嫌だなというか悲しい気持ちにもなりつつも、でもちゃんと面白いゲームもありますよというところは、まあひたすら声を上げていきたいなというふうには思いますという感じで、まあちょっとこの後詳しく話します。というわけで、なぜこのスクエニがここまで叩かれているのかというところを、まあ、僕は話をしていきたいなと思うんですが、まあ、さっきも言いました。僕スクエニ好きなんですよね。どんなにこう、まあ、なんかこんなことになってしまっても、やっぱりこう期待してしまう自分がいるというか、まあ、好きだし、別になんならおもろいゲームはおもろいんですよ。で、世の中にここ直近でもスクエニが出した面白いゲームってかなり数あるんですけども、やっぱそれを上回ってしまうほどのちょっとダメなやつら、ダメなゲーム群が、やっぱそういういいね、ゲームの上にかぶさってしまっていて、なんかそのいい噂が流れる前に悪い噂でこう踏み潰されてしまうみたいな状態が、まあ、今のすごい良くないとこなんだよね。僕は基本的に動画内でスクエニのお話というか、スクエニをこうだこうだっていう時は毎回そのゲームごとに見てます。はい、基本的にはいや、このゲームはダメだよね、スクエニふざけんじゃねえっていうこともあれば、例えばまあオクトパストラベラーみたいに、いやこのゲームはマジで面白かったよみたいな、スクエニようやっとるみたいな感じで、まあ、そのゲーム単位で見て話をしてるってことが、まあ、多いかな。はい、というまあ前置きをしつつですね、まあ、なんでこんな叩かれてるのかっていう話をしていくんですが、まあ、一番この言葉がしっくりくんじゃないのかなと思っていて、まず最初に言いたいのは質より量のスタイルを選んでしまっていたっていうところなんですよ。まあ、ここは多分皆さんも感じたことはあるんじゃないかなと思っていて、まあ、とにかく、とんでもないスピードでゲームが発売されまくっていた時期があるんだよね。まあ、例えば、これ2年ぐらい前かな、バビロンズ・フォールとか、なんか、フォースポークンとか、まあ、ああいうゲームが本当に凄まじいペースで出まくっていたタイミングがあるんですよ。なんかその側の作り自体はいいんだけれども、中身すっからかんみたいな、なんかそういうゲームが、まあ、多かったタイミングがあって、その頃ってマジで本当に、いや、どういうことをやってたらこのペースでゲーム発売できるの？みたいな感じのぐらい、ポン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 新作のゲーム、しかもこの割と高級寄りな、ゲームが発売されていって、たんですけども、まあ実際ね、ゲームをやってみるとクオリティ不足っていうところがもう目に見えてあったんだよね。だからまあそういうところって、まあかなり会社の信用を落としてしまったっていうのが、これはマジ理由としてはすごく大きいんじゃないかなと思います。そしてまあ今ね、その会社としての信用っていう話をしたんですけども、やっぱここをね、あまりにも切り詰めてしまっているっていうのが、まあ、あんのかなという感じですよね。はい。まあ、やっぱり過去のスクエアニックスという会社を見ると、まあ、スクエアもそうだし、エニックスもそうだし、まあ、スクエアはさ、まあ、FF っていうタイトルを、作っていて、エニックスがドラクエを作っていて、バチバチやっていて、そんな中合併ですよ。そりゃまあみんな心躍ったと思うんですけども、まあそんな時代からずっと確実に実績を積み重ねてきたんだよね。それこそ今話に挙げたファイナルファンタジーシリーズもそうだし、ドラクエシリーズもそうですよ。なんならその後もさ、キングダムハーツとか大きなビッグ IP っていうのを作り続けてきて、育て続けてきたんだよね。間違いなく。その実績はあると思うんだよ。で、その実績っていうところを最近、まあ、ひたすら切り潰しながらゲームを発売してるっていうところが、
まあやっぱ良くも悪くも悲しく思ってる人っていうのがね、やっぱ多いんじゃないかなと思うんだよ。特にね、やっぱ今すごいこのコンシューマーゲームをガチでプレイしてる人っていうのは、まあ30代の人が結構多いのかなと思うんですよね。若い人は結構スマホゲームやったりもしているし。っていうところで、まあメイン層としてはやっぱ30代とか、まあ、40代とかなのかなと思うんですよ。それこそ、やっぱその当時ね、昔からファイナルファンタジーシリーズを遊んでいましたよっていう方だったり、ドラクエ遊んでいましたよっていう方だったら、もう20年以上スクエニとの付き合いはありますよっていう方は、まあ、少なくないと思うからさ、まあ、そういう人たちが今のスクエニが発売するゲームをプレイしてみて、やっぱちょっとどうしてもがっかりしてしまうっていうことだったり、悲しさを感じてしまうっていうのは、まあこれは正直あんのかなと思うんですよ。まあ、僕もやっぱ昔からすごい好きな会社だったし、まあそういう会社が今のこの現状というかさ、あまりこのいいゲームを発売しきれていないし、まあその昔良かった FF だったりドラクエっていうタイトルのブランドで失敗する姿が見てられないっていう人は多いのかなと思いますね。まあ僕は少なくとも結構そういう感情はあります。はい。でまあまあまあそのね、 FF ブランドだったりドラクエブランドが失敗してるかっていうその実態としてはまあ一旦置いといてなんですけども、まあ、やっぱりそういうブランドに現状すがっているっていうところがあるんじゃないかなと思うんですよね。やっぱその過去の栄光だったり、まあ、昔のあの築いたブランド力、まあ、信用っていうのもまあ今話した通りそうなんだけども、まあそのゲーム IP のブランドっていうところをまあ使いながら、まあ、ゲームを今売っているんだけれども、まあ、期待に対してまあその実態っていうところがあんまり満足のいくものになっていないっていうのがまあなかなか辛いところなのかなというふうに思いますよね。結局そのゲーム本来の面白そうな感じの雰囲気だったり面白さっていうところで勝負をしていなくて、やっぱその名前だったりタイトルっていうところの力を使ってゲームを売っているっていうのが、まあ、ちょっとやっぱ良くなかったり、まあちょっとがっかりしてしまう人がやっぱ多いのもそういうところが理由になってんのかなと僕はちょっと思っておりますね。はい。でまあまあまあそんなこんなでやっぱ一番これは悲しいなと思うのが、まあ多くのスマホゲーの差収ですよ、まあ、サービス終了という感じなんですけども、まあ、とにかくスクエアエニックス、あの IP の会社かなと思います。たくさんのタイトルの IP を抱えているわけですよ。まあ、ドラクエなり FF もそうですよね。これらのタイトルを他社に貸して、他社がその FF なりドラクエっていうのを使いながらゲームを作っているっていう感じ。そういう状況になってるんですけども、そんなゲームたちが軒並みやっぱ潰れていってしまうというか、早々にサービス終了していってしまうっていう現状が、やっぱりすごく良くない印象を与えてしまいますよね。まあ、やっぱ特に最近だとさ、ドラクエチャンピオンズとか、まあリリースしてから本当に1年も経ってなかったんじゃないかな。もう本当にあっという間にサービス終了してしまったし、そういうのを見ていると、やっぱりあのスクエニのタイトルには、まあ、スクエニが関わるタイトルには課金は迂闊にはできないよねっていうような感覚になってしまうと思うしさ、やっぱりすごく印象が悪いんですよね、どうしても。いやまあ我々的にはやっぱり、まあ、スマホゲームやっぱり長く遊べないと課金できないじゃないですか、メンタル的にね。そこをさバン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 1年足らずでやっぱサービス終了されてしまうと、まあちょっとやっぱ会社としての信用っていうのも落ちてしまいますよね。で僕結構これね、まあ後々響いてくるんじゃないかなと思っていて、まあ今のこの、まあ、30代40代ぐらいの層っていうのはまあコンシューマーゲームでがっかりしてると思うんですよ。でかつその若い層10代20代っていう層はスマホゲーの方でがっかりしてると思うんですよ。でまあこれからやっぱりさコンシューマーとかそっちの世代を担っていくのは10代20代のまあ層なのかなと思っていて、まあそういう人たちが今のこのスクエニに対するイメージが悪化することによってやっぱ後々そういうのってやっぱ響いてくると思ってて、だからまあ早い話全世代にネガティブな印象を持たれているっていうのがまあ話が早いのかな。まあこれはね結構致命的なやばいなんかポイントなんじゃないかなと思っていて、
まあ、ここら辺は早くなんか印象を回復してほしいなと思いつつもさ、やっぱスクエアエニックスっていう会社が本当何十年もかけてブランドだったり会社のネームバリューだったり信用っていうのをまあ作り上げてきたからこそなんですよね。だからそれをさ、まあ来年から再来年からっていう感じですぐにまあ印象を回復できるほど、甘くないというか、それってすごい難しいんですよね。まあヒット作をそこまで連発できるっていうこともなかなか難しいと思うしさ、まあ、そういう意味でその失った信用を取り返すっていうのは、特にこういうゲームとかを作っている一本一本が重い商品を作っている会社にとっては、まあ、なかなか厳しいというか、すごくこの遠い先の話になってしまうんじゃないかなというふうに思うんですよね。まあそれでもやっぱりこのスクエアエニックスっていう会社を頑張ってほしいなと思ってる層は間違いなくいると思うんで、まあそういう層を裏切らずにまたしっかり積み重ねていってほしいなとは思いますかね。はい。で、あとはね、やっぱり、3D の時代に、ちょっと、まあ、追いつけていなかったのかなとも思うんですよ。やっぱファミコンとかスーファミ世代っていうのはやっぱ 2D でめちゃくちゃスクリーンのゲームはやっぱ幅を利かせていたと思うんですよ。ほんとクオリティ高かったと思うし。で、まあそういった技術だったりノウハウっていうのがおそらくプレイステーションだったりポリゴン化してきたところにまだ通用してきたと思うんだけれども、やっぱ昨今のまあこの 3D っていうのが前面に出て、でアクション性とかがすごい評価される時代になった時に、やっぱそこで技術的にワンテンポちょっと遅れてしまってんのかなというふうにも思ったんですよね。まあだから会社としての信用とかいろいろあると思うんですけども、シンプルに出すゲームがあのクオリティ不足というか、まあその会社の最大値みたいな、出せる最大値みたいなのがまあちょっと低くなってんのかなというか、あの相対的に低くなってんのかなというふうには若干感じましたよね。で、まあそういうところをどういうふうにして解決しようとしてきたのかというと、ムービーなんですよね。はい。まあここら辺のそのね、塩梅がすごく難しくて、実際にコントローラーを握って遊んでる時間とムービーを見てる時間どっちの方が長いんですかみたいなゲームはスクエニから結構多く発売されていて、だからそういう技術のなさだったり、まあ作れない演出っていうのをムービーでちょろまかしてきてしまったのが、まあ結構こうそのツケが今回ってきてるのかなというふうには僕は若干思ってしまっております。はい。まあ別にそのムービー自体はすごいクオリティ高くて、まあそういうムービーがあったからこそ、逆にそのブランド力というかキャラクターの魅力だったり描き方っていうところが、まあ、際立っていたりもしたので、まあその悪いことばっかりではないんですけどね。まあただやっぱりそのゲームっていう枠で見た時に、まあそこは若干ビハインドに今なってきてんのかなというふうには思っております。で、あとね、やっぱ結構これは個人差があるというか、僕は割とまあいいかなというか、まあそこまで嫌悪感はないんですけども、人によってはその人が前に出るプロデュースってっていうのを嫌う人もいると思うんですよ。あくまで我々が見ていたいのはゲームというその一本の作品であって、まあ、そのゲームのプロデューサーだったりディレクターとかが前面に出てきて、まあそのゲームをまあプロモーションするっていうのが、まあ、ちょっと受け付けないよっていう人もいるんですよね。まあこれは誰とは言わないですけども、まあ、やっぱ結構多く見られますよね。まあそれが逆にそのいいっていう人もいるし、まあそういうのをきっかけでそのゲームへの愛着だったりそういうのが湧く人もいるんで、これに関しては別に悪い話ではないんですけど、まあそういうのを嫌う人がいるっていうのも実際問題あるのかなと思ってますね。まあでもここの塩梅はすごい難しいですよね。やっぱ良くも悪くもなんですけども、ゲーム以外にも人にもファンがついてるっていう、開発者の人にもファンがついてる状況っていうのは、まあその人が発言したりその人が作ったよっていう実績があれば、まあそれだけでもまあ新作が売れるみたいなこともあったりもするからさ、全然そのマイナスなことではないんですけども、まあまあまあここら辺でまあ好みは分かれんのかなというふうには思いますね。まあそんな感じで結構ね、いろいろ喋っていったわけなんですけど、まあ全体的に見るとやっぱり
まあ面白いゲームが作れていないっていうところに落ち着くのかなと僕は正直ちょっと思ってしまいますね。っていうかまあその割合の話かなと思ってて、もちろんその面白いゲームっていうのはさっきも挙げたように、まあなんかオクトパストラベラーとかああいうゲームはもうもちろん面白いし、僕は結構 FF7 リバースとかも面白いなと思ったタイプの人間なんで全然いいかなと思うんですけども、それ以上にやっぱりこの面白くなかったゲームの方が割合としては大きくて、まあそこら辺のやっぱねバランスっていうところを見て人々は判断してんのかなと思います。これがやっぱさ8割面白くて、まあ2割たまに失敗作が出てしまうとかなってくると、また評価は結構変わってくるのかなと思いますよね。そういう意味では本当に 100% 毎回毎回面白いホームランを打ってくるあのフロムソフトウェアとかは、まあ、そりゃ評価されるよねとか、まあ、カプコンとかもそんな感じだよね。8割面白くて、まあ、2割たまにちょっとこれ、ね、みたいなやつがたまに出てくるみたいなっていう、そのやっぱその出すゲームの量が多くてもいいんだけれども、ちゃんとそのうちの8割ぐらいは、うん、まあクリティカルにちゃんとヒットさせなくちゃ信用だったりブランド力だったり、まあ、そういうのは返ってこないのかなというふうには僕は感じております。はい、まあ結構人それぞれ思うところはあるんじゃないですかね。はい、まあそうだな、なんかやっぱ復活してほしいなというか、やっぱこのもうこっから先信頼はなかなかもう裏切れないところまで来てるというか、崖っぷちというかね、もちろん会社として成り立ってるっていう意味では別に崖っぷちじゃないかもしれないんだけれども、ユーザーの信頼的な話で言うと結構崖っぷちまで来てるのかなと思うから、まあこれ以上は頼むぞという感じで僕は見ています。本当に頑張ってほしいですねというところで、まあぜひ皆さんのこのスクエニへのまあ気持ちというか、どういうふうにこう認識してるかっていうところ、コメントお待ちしておりますという感じで今回これで終わります。この動画良かったよ、なんか知んないけど最後まで見ちゃいましたよっていうそこのあなたや、たまたまおすすめや検索から来たそこのあなた、ぜひねチャンネル登録高評価よろしくお願いしますという感じで、最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。ではまた。